カーステン、ムーアタワーズは、カナダ出身の女性フィギュアスケート選手。マイケル・マリナロ、ディラン・モスコビッチなど。2014年ソチオリンピック団体戦銀メダリスト。2010年スケートカナダのムーアタワーズとディラン、モスコビッチ1992年、カナダセント・キャサリンズ生まれ、3歳からスケートを始める。女子シングルの選手として、成績を残し、2007年には、 国際競技会メラーの杯のジュニアクラスで優勝するが2008年にペアスケーティングに転向。アンドリュー・エヴァンスとペアを組む。翌2009から2010シーズンにはディラン・モスコビッチとのペアで開催国水戦によるスケートカナダ出場を果たす。カナダ選手権でも5位となる4大陸選手権、カナダ代表となった。2010から2011シーズン。 グランプリシリーズのスケートカナダで ISU 主催の大会で初めてのメダルとなる銀メダルを獲得。スケートアメリカでも銀メダルを獲得し、初めてのグランプリファイナル出場を果たした。カナダ選手権では初優勝。2011から2012シーズン、グランプリシリーズ2戦では両方とも同メダルを獲得するものの、カナダ選手権では表彰台を逃してシーズンを終えた。 2012から2013シーズン、US インターナショナルクラシックで自身初の国際大会優勝を飾る。カナダ選手権では2位に入り、4大陸選手権でも2位。2年ぶりの出場の世界選手権では4位に入った。2013から2014シーズン、US インターナショナルクラシックで2年連続の優勝。スケートアメリカは、SP、FS どもに、 自己ベストを更新しに、ロステレコムハイでは3位、3度目の出場のグランプリファイナルでは6位だった。ソチオリンピックの団体戦は FS に出場しに、銀メダルを獲得した。世界選手権では2年連続の4位。4月30日、オリンピックに対しての考えの違いを理由に、モスコビッチとのペアを解消することを発表した。その後、マイケル・マリナロとのペアを結成した。 2014から2015シーズン、カナダ選手権では3位に0.95点差の4位となり、4大陸選手権の代表に選出された。シーズン終了後、コーチをリチャード・ゴーチェに変更し、練習拠点をモントリオールへ移した。詳細、編集詳細、編集。ありがとうございます。